はい、皆さんこんにちは、乃木坂新チャンネルです。よろしくお願いします。例のごとく試食会動画、今度は8月ですね。はい、はい、8月です。なんか暑いですね。はい凄まじく暑くて、お店のエアコンもなかなか効かないみたいな状況で、昨日とかすごい大変だったんですけど、皆さん寝苦しい中、はい、はい、ぜひこんな時こそ日本料理ということで、はいはい、試食会動画見て気に入っていただいたら、ぜひご来店いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみに髪切りました。余談でございます。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アワビそうめんです。はい。はい、もうアワビそうめん。去年は、あれです。あれだったんですけど、火事だったんですけど。ハスの花を。ハスの花ですか。ハスの花。ハスの花が、ごめんなさい、今ちょうどなくて、はい、あれ用意します、次の、はいはい、あの、言ったんですけど、ごめんなさい、そっち手前です。じゃあ、早速いきたいと思います。はい、お願いします。まあ、毎年やってるお料理ですね。はい。はあと画像を見てもらえば全く映えない料理というシンプルな仕立てになります。いただきます。これアワビです。アワビ、アワビそうめんなんですけど、アワビすりおろして、あの、フードプロセッサーでお出汁入れながら回すと、こうやって白濁した泡状になるんですよね。スプーンが欲しい。下さん、あの、スプーンを持って。あ、はい。すみません。すみません。いえいえ。まあ、これ毎年、はい、この時期にやってるお料理なので、はい、なんか安定感がある。すいません、お料理ではありつつも、やっぱりね、見つめ直すのが大事ということでございます。今日はいつにも増して石田さんが勢いよくやってると思うんですけど、はい、ちょっと時間がないんですよ。いろいろなんかバタバタしまして。いただきます。泡にもちょっと味足しましょうか。でもあれですね、どっちかっていうと、その多分泡をもうちょっと早い段階でしっかりと冷やした状態で入れるっていうのが大事かなっていうのはちょっと思ったのと、あと麺の入れ方とかも去年からやっぱりずっと気になってたんですけど、麺の入れ方とかもうちょっと細かく、はい、そうですね、ちょっとこれだとなんかあの完成度をちょっとさらに上げたいなみたいな。はい、わかりました。はい、はい、カメラ用意してて、いきなり1個も撮るの忘れました。すいません。麺の量はこれぐらいで、もうちょっとあって。はい、いいんじゃないですかね。あ、確かに。泡がぬるいとちょっとぼやけちゃうんで。これ、あの、去年からずっと冷凍には入れてるんですけど。で、フードプロセッサーに回った時点で常温に戻るので、そうですよね、あの、早めに戻して、早めに、うん、だからそれちょっと後で提供方法とか提供する、はい、あの、盛り付けるタイミングとちょっと相談させて。わかりました。はい、なんか物事っていつも思うんですけど、なんかその目的とかゴールをちゃんと見ながら、あの、進まないと、あの、お料理もそうだと思いますし、人生もそうだと思うんですけど、はい、なんか目標を持つって大事だなってすごく思うんですよね、具体的な目標。
それ具体的にどういう味にしたいとか、どういう盛り付けにしたいとか、なんか絵面を想像しながらそのゴールを持っていく、そのゴールに持っていくっていうのはすごい大事なんだなっていうのを最近というかやっぱり、はい、ね、あのエロクマヤさんもね、あの Facebook で歌ったようにソムリエの試験を受けます、合格しますっていう目標をしっかり立てたっていう。でもこの宣言は春先にしといた方が良かったんじゃないかっていうこともありますけどみたいな、はい、そうそうそう、覚悟の具合がねっていう、はい、まあ、でもね、横前さんもいろんなお仕事がある中でこう、ね、あのノートに挙げられたんですもんね、あれね。ザクです、はい、ちょっと2枚目からでもお写真撮っとこうかしら。これあの僕が撮ってる写真はちなみにあの従業員の方に共有するために撮ってるんですけど、ついつい忘れちゃうですよね、ダメだなと思うんですけど。そうですね、あの3倍ずつで合えてます、合い物です、はい。アナゴとかウナギとかでよくザクって言いますね。なんか、なんですか、やっぱり食感がザクザクってするからなんでしょうかね。これ岩手の大船渡のアナゴですね。あのすごく大きい、1キロサイズの、はい、これも去年ぐらい、去年とかやったっけね。そうですね、うん、やっぱアナゴ去年とかはあのニアナゴとかにもしたんですけど、なんかこのアナゴに関しては炊くより焼いた方がやっぱ美味しいよねっていう結論になって、僕と飛田さんの中で、で今年からちょっと焼くしたてでそのアナゴを使っていくっていうので、はい、うん、やっぱり大きい分骨が当たるんですよね、少しね。そうですね、でその骨が当たるとこは穴子じゃなくてハモと同じような感じで骨切りして、はい、まあ骨を抜くっていう作業もあのテクニックとしてはできるんですけど、骨抜くのも結構大変だしね、身崩れちゃうし、ね、そうですね、だったら骨切りか、うん、骨切りかなっていうのもありますね。骨大丈夫でしたか。うん、骨も当たんなかったですね。これ普通に骨切りして炭焼き。いや、それ切ってないですよ。あ、そうなんですか。一回ちょっと切らなくていけるかなと思ってやってみて、うん、あんまり骨は感じなかったですね。あ、ちょっと一緒に食べてほしいですね。切りようでかい、切りようが大きい。女性の口には石田さんの口のサイズになってる。あれもうちょっとあれして、すいません。今のこうワイルドな口への運び方見ましたか。どうもな野獣がこう一撃でこう獲物を捕らえるような勢いでガバーン言ってましたから、ね。失礼しました。今回お椀がちょっと新しいお椀。はい。はい。そうです。もうなんか新しいお礼なんでしょうか。多分石田さんの中でこうある程度ゴールが見えてるっていうか。はい。お料理なんじゃないかなと。これ、はい。レモンってもうちょっと硬くできるんですか。できます。もうちょい硬くて、もう一回り小さくていいのか。大丈夫です。はい。枝豆は直前に入れてる感じですか。
いや、もう寝るときに入れて、あ、もう湯がいて皮むいてるのを寝てるときに途中でも入れて一緒に寝てます。お話し中にあのミーティング中に上に敷き詰めるみたいな話とかあった？仕上げに、あ、そうか、仕上げに、仕上げにというか、まあ、あの、まあ、ちょっと後で話しましょう、はい、仕上げですよね今日時間ないから、あの、流してからですよね、確か、うん、もっとなんか、色がもうちょっと綺麗に残るのかな、はい、ちょっとレモン味強いですかね、その全体のバランスを、なんですかね、なんか逆にキスの塩が少し弱いのかなって僕は思ったんですけど、あ、もうか、うん、これで一晩ぐらい、一晩か、あの、風干ししてるんですけど、うん、もうちょっと食感あった方が、レンコンは、はい、なんかでも見ていただいてるお客様とかにはいつもなんかこう結構なピリピリ感ですよねみたいな言われるんですけど、そりゃそうですよ、真剣ですよって話であって、はい、やっぱり僕らが美味しいと思う味を提供するっていうところはすごくやっぱりね、やっぱりあの、ここが一番むしろ真剣に向き合わなきゃいけないところじゃないかなと思うので、はい、別に怖いお兄さんたちがやってるわけじゃないんですけどまあでももしかしたらこわもてかもしれないですけどねまあ、あの、お食事の最中は皆さん楽しんでいただけるようにというふうに、はい、考えながら、あれですね、この水がね、付け合わせを考えるためですね、はい、はい、この2つじゃなくて、だってあのザクできゅうり、あ、そうですね、はい、きゅうり使っているので、はい、まあ、ちょっとあの今日はそのまま食べるということで、はいはい、なんですけど、香りは使ってるし、はい、というわけで、あの、本番はどうなってるか交互期待ということで、これね、先月の試食動画の時にね、完成度が低い試食だったので、はい、今月も続けて8月いっぱいまでアワビが、あの、解禁なので禁漁前にあれしてるんですけど、今月もなので8月も続けてやっていく感じです。あ、横前さん、タレがあります、はい、というわけで、まあ、前回先月試食した時はなんか久しぶりにやったので、石田さんがあれやこれやって実は忘れてて、あの、中に氷を入れるとか、あとこの、今お水注いでたと思うんですけど、このお水も実は塩水にしてあります、はい、お店によっては、酢水だったりとかいろんなやり方、あの、それぞれあるんですけど、うちはそのアワビそのままをストレートに出したいので、ここにはもうそのピュアな味しか入れないということ で、あの、冷水だとやっぱり味が少し逃げがちになるので、あの、海水と似たような塩水を入れるようにしてます、はい、ではいただきたいと思います。子供の頃って本当この水貝の良さって全く分かんなかったですよね。美味しいです。はい。